さあ、今日はファックスで、曲のリクエストを受け付け中です。ファックス番号東京0355629540、東京0355629540です。あとはトークテーマの方をメールで受け付けております。失礼。バカアットマーク tbs.co.jp、 バカアットマーク tbs.co.jp。 ごめんね、喉のところのカエルの卵がふかしかけちゃってそうそう、家でさ、そう一人暮らしを してる状態じゃないですか。それでね、そのうちの冷蔵庫はまあ巨大、まあ巨大ですから、その冷凍の一番奥のとことかに割といつ入れたかわからない氷の塊みたいのが結構いっぱい出てきて、で前の時はその最強漬けの凍ったやつがすげー出てきて、まあ何日か最強漬けっていうことがありまして、でその前の時には出てきたマンモスが愛知九博の目玉で一度こう展示されたりましてるんですけど、したらなんかさ、ハンバーグのまあそのなんつうの、真空パックの生ハンバーグみたいの出てきててさ、それでもうなんかちょっと業務用っぽい感じの、何のラベルもほぼ見えないような、後ろの小さいラベルがついてんだけど、もうそこは霜とそのふやけで分かんなくなっちゃってます。でまあハンバーグなんかどれもこれも焼きゃいいんだろうと思ってっからさ、で家で飯炊いて、そのハンバーグ全部で、3枚かなんかあるんだけどさ、それ開けて、で最初にああいうのはお湯っていうか、あの湯煎で溶かす、湯煎で溶かしてから焼かないとダメだから、湯煎で溶かして、でその湯煎で溶かした時にその最後の手がかりのちっちゃいシールみたいな、賞味期限のシールみたいなのがなっちゃったんだけど、それでまあこんなもんかなと思って、湯煎で溶かしたハンバーグを、フライパンをよーく熱してね、でいて思いっきり熱したところに入れて、一気に俺は片面焦げ目をつけるのが好きなんです。一気に片面焦げ目がついて、これ以上いったらダメだよ、とこまで焦がしたところでちょっと弱めて裏面を焼く、で裏面焼いたところで宅急便が来て、で宅急便の人長く話し込んじゃって、そうだよねーなんて、5時間経ってて家が燃えてるーなんてね、それが俺の一番美味しいハンバーグの食べ方なんですよ。あーもうダメだー、ロッテリアに行こうなんてね、そういうのが俺の今までで一番美味しいハンバーグの食べ方なんですけど、でまあ片面強火で焼いて、で裏面焼いて、でそこにちょっとねお水を入れて蓋するんですよ、ちょっと蒸し焼きにするのにして、でお水入れているじゃーって言うじゃないですか、で焚き火来るかな、来ない、焚き火来ない、危ないとこだったっつってね、それであ、じゃあその人保険入ってこうかなっつって、もう保険屋さんと話し込んでた、家が契約が成立する前にみたいなのも、まあそれは昔あったんですけど、今回はちゃんと焼けました。であとちょっとさ、あれをやりたいわけよ、そのさ43にもなってデブチンがね、ハンバーグを冷凍庫の奥から見つけ出したハンバーグを人に寂しく背中を丸めて焼いているの図、しかも神さん実家に帰っててやってるの図みたいのを少しでも紛らすために、違うよって、俺はすごいこういうのを楽しんでやってる男だよっていうのを出すために、あのワインでボワッとみたいのをやりたいわけワインでボワッとをやりたい。でそのまあどっかワインねえかな探したらさ、なんとなくのやつがあったからさ、それ入れてまあちょっとボワッとしてみたりしてさね、でまあお鍋の中からボワッとなんつってねインチキしたろお前、インチキしたろ俺やろ、腕時計の裏のとこ小さい紙挟んでちょっと出してくるバカ野郎のやつ、ね、まあ歌の歌詞に今ちょっと言っちゃいましたけど、そのほう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 で作って、そのハンバーグ、得体の知れないハンバーグを食ったんだけど、これがすごいうまいんだよ、なんだかわかんねえんだよ、まあうまいわけで、何がうまいっつっても、ハンバーグなんだね、ハンバーグなんだけど中にホルモンが入ってんだよ、明らかにホルモンが入ってる、その細かく切ったホルモンとハンバーグの具が入ってるわけ、これがうまくて、で強いて言えばワインの味がいらないの全然、だからそのワインは入れなきゃ絶対よかったんだけど、でまあ疑心暗鬼で食った、それがまあうまいから残り2枚もさ焼いて、その何にもつけないで、でガーリックソルトみたいなだけちょっとかけて食うぐらいで、まあこれがうまいんだけど、これの手がかりが何もなくて、かみさんに電話して、でもしもしなんつって、
久しぶりだね、ね、名字変わったんだってなんつって、もう離婚してんじゃねえか完全に、ね、それでそのかみさんに、いやその冷蔵庫の冷凍庫の中漁ってたら3枚パックのつながってる、そのあの1個のパックに3枚ハンバーグが入ってるやつがあって、でそのが出てきたんだけどっつって、でまた俺西京焼きの時にかみさん怒っちゃった、かみさんにああいうのちゃんとしっかりやれっつって、そのあの冷蔵庫の冷凍庫の中の管理をしたら向こうがしっかりやってるけど、あの自分がこうやって組み立ててローテーションでこういう料理作ろうと思ってもう急にあれ食いたいこれ食いたいって言うから、そういうのがおかしくなってなるんでしょみたいのをすんごい怒られてすいませんわがままな献立をリクエストしてすいませんみたいになって、で神さんも分かんないって、そのハンバーグを私は買った覚えがないって言うわけで、俺もそんなのあんま覚えてなくて、それで完全迷宮入りしたんだけど、最後の1個でも食ってないのがあれば鑑識にでも回したらなんか出てくるんだけどさ、何もその手がかりがない状態で、何なんだろうこれ、まあ、ちょっと今 CM 一本入れないとパンク仕上げてるし CM 移動か、でそのホルモンの入ってるハンバーグがまあうまくてさ、でも脳手がかりなわけ、もうかみさんもわかんねえって言うし、俺も全然覚えがないし、深い話のなんかうまい話っていう、なんかその深い話の特別バージョンで、なんか全国の通販で取り寄せられる美味しいものの美味しいか美味しくないかみたいな番組出た時にすごい美味しいだったハンバーグっていうのもあるんだけど、それは俺買えなかったんで結局、あすごいのはさ、ああいう番組って割とガチだから、あの割とっていうかガチだから、収録して美味しいと思ったらオンエアまでに買わないと、オンエアになった時に何ヶ月待ちとかになっちゃうんで、俺それをミスっちゃって買わなかったね。あれではない、あのこのハンバーグは何だろうということでツイッターに上げたりもしてたの、こういうハンバーグは食べましたみたいのをツイッターに上げたりして反応を伺ったりはしてたんだけど、まあみんなそれどうせあのうまい話のやつでしょ、それでもない。で今回ついこの間オンエアになってうまい話で食べたハンバーグもまあうまかったんだ。で、それはすごいのはなんかね、生でも食べられるハンバーグって結局そのタルタルステーキって割とユッケに味付けして固めたみたいな、そのハンバーグ状の食べ物でもあり焼いても食えるみたいなハンバーグで、これはなんかスタジオでは賛否両論で、俺は激うまい、俺とにかく生の肉が基本的に好きだからね、たまにもうどうしてもお腹空いた時とかって、あぐらをかいて内ももを噛んだりしてますから体柔らかい。でそのただスタジオではハンバーグをこうやってさ炙って切った時にさ中が真っ赤だっていうことに対して新助さんがダメなんだって、もうそれだけでちょっと嫌悪感っていうか、要はそうじゃん、ダメなハンバーグの条件の1個じゃん、こうやって切ったら中が赤いとこれどうなってんだっていうやつじゃんか、その常識から離れられないから、あのワイはあかんねんって言ってたのね。で俺は全然そんなの、あのなんともうとりあえず早めにこうしてね、後でお腹痛くなったって関係ねえやと思ってるタイプだから、全然大丈夫。そのハンバーグうまかったんだけど、当然まだ買ってないしまだ来てるわけじゃないで、結局そのホルモンのハンバーグうまくてさ、久々ネットで一生懸命頑張ったの、ホルモンとかハンバーグとかいろいろね、ホルモンやってハンバーグとか、最近流行ってるこうそのホルモンで出すとこう一番当たるのは白コロホルモンとか当たるから、白コロとか、それからあと黒い下着の女とか熟女とか淫乱とか、インタビューシーンは俺なくていいとか、でも実際性格がいい子の AV が一番いいよね、容姿もさることながらみたいのをこうやって入れてくわけね。だけど本当に完全に容姿をさることにしちゃうとさ、別に俺交際相手を探してるわけじゃないから、性格はすごいいいんですね、押されてもね、それは嫌だし、あとうんこは絶対食べないでなんてこういっぱいスペース打ちながら入れてった結果ですよね、ホルモンとハンバーグだけで当たったのよ、これがなんか厚木白コロホルモンなんとかかんとかのそのホルバーグって言ったから、ホルバーグって言ったか誘う女フォーかどっちかだと思う、名前商品名はどっちかだと思うんだけど、確かホルバーグだと思う。なんかね、新外国人にいそうだよね、ホルバーグね。またホルバーグ歌なそうだよな。
ホルバーグ最初から来た時はメジャーで15本ホームラン打ってるんだけど三振を24,005してんじゃんっていうその感じのホルバーグね。でもそれでもう速攻でその取り寄せてしたらそのものが来たさ、ホルバーグ来てさ、ちょっと俺の中でホルバーグブーム、ホルバーグブームちょっと来てるね。なんかとにかく今1日1枚か2枚ホルバーグ食っちゃってるね。じゃあちょっとメールまた読んでいきたいと思いますけども、ラジオネームどんまい関口、瀬戸内寂聴さんに何か一言お願いします。寂聴、アイコニックがお前の髪型パクってんぞそれからですね、ラジオネームゴールダス、風が吹けばから桶屋が儲かるまでの過程を教えてください。風が吹きますね。ねえ、まあこの季節ですからね、あったかい風ですよね、春風ね、こっちなんて言い方しますけどね、吹きますでしょ。でそうするとこう桶屋さんとかいろんな人たちがこうその江戸時代の話ですか、江戸っ子ってのはね掛け事がすごい好きなんで、今日吹くか吹かねえかって掛けてるんだよね。でみんな今日吹かねえんじゃねえかって時に桶屋さんだけが吹く方に5000両つってかけて吹いたんで大儲けでございます。よかった、言ってんだもんね、よく言ってんで逆張ったよね。みんな今日は完全に無風だった、漁師さんすらしたんだ今日無風だったのにもかかわらず、だから変な話そのもう桶屋さんが今まででもう在この桶屋さんもスタバ並みにすごい店舗を広げてる桶屋さんだったから、まあ1000両や2000両は何でもなかったんだろうけどもね、結局ね。じゃあ奥屋さんその前に何で儲かったのか聞いときたいよね。その前風と関係なしもう儲かってんだよね。それを全額なんかあった、インサイダーのなんかあったとは思うんだけど、そういう話らしいよ、風が受けば奥屋が儲かるってのはね。ラジオネーム石庄司、落語家を辞めて結構時が経っていると思いますが、今現在落語家を辞めて後悔してることってありますかっていう。あ、これはですね、最近正座が下手になってきましたね、すごく。昔先代連絡師匠のお説教の間はもうずっと正座してて、もう何でもないように体がそういう風に、もう変な話、足に畳じわがついてます。僕の中ではこういう風に畳むと足って長く畳めるっていうしわがついてるぐらい正座させられて怒られてたんですけど、最近ちょっとしたペケポンとかで長く座っててちょっとしびれるようになってきたので、あ、やめなければもうちょっと長く座れてたのになと思いますね。それからですね、ラジオネームオーシャン、中折れした時のベストな言い訳を教えてくださいね。恥ずかしいですよねこれね。お前のこと大事だから俺緊張しちゃってっつってね、ヒロコっつって、ヒロコ俺お前のこと大事だから緊張しちゃってっつって、いやヒロコのことが嫌いなんじゃないんだよっつって、もうヒロコに夢中なんだ、もうあのエロい気持ちと、まあこれはヒロコは小瀬の渡辺君のお母さんの名前なんで、これ言えば言うこと嫌な顔お前でしてますけど、ヒロコーなんつってね、まあ最終的にそうやってお前ができたんだけどね、そうやってね、ヒロコがそうやって一回仲折れした親父の元気を出すようにまた頑張ったおかげでお前ができたんだけどな。さあ続きまして、ラジオネームワシントン、今お母さんに言いたいことは何ですか。まあ両親とこれ初めて言うけど、まあ両親と僕長く会ってないですよ、もう15年ぐらい会ってないですでいて、まあほぼ話をすることもないんですけど、連絡も取らないんですけど、どれぐらいぶりかな、さすがに僕も人の子なんで、まあ、疑わしい人の子だと思うんでね、さすがにあんだけ揺れたら電話したんですよ。もう自分から電話したなんかもう下手したら10年ぶりぐらいじゃないかな。たまたまかかってきてとか、まあかみさんはちょっと連絡取るんですよ。かみさんはどうやらちょっとずつ連絡は取ってるらしいんですけど、さすがにこの騒ぎにねえなんかねあってもなあと思うから電話をかけたんですよ。
うん、でやっぱ十何年ぶりぐらいだとこちらから能動的に電話かけるのが本当10年とかもっとかもしんないぐらいだからなんて言っていいのか分かんないんですよ。親父にだけどね、親父に。これでなんかもともと僕は親父とのことは大好きだけど、親父もおふくろも大好きだけど、ただみんなから大好きだったらそんなに離れてないだろうって、そのそんもっと連絡まめに取るだろうって言われりゃ、じゃあなんか俺の大好きの定義も違うのかなと思うけど、世の中でなるべくだったら長生きしてもらいたい順番っていうので言えば、まあかみさんが1番だけど、まあ2番とか3番はそらそのおふくろだ親父だ、兄だ弟だ姉だっていうこの家族でもちろん占められてて、それでじゃあその代わりに誰か差し出せって言うんだったら渡辺をすぐに後世の渡辺君ごめんねっつってぐらいの感じなんですけどね。したらさ、なんかまあ、もともとは親父とその他人行儀な会話をする、子供の頃から割と他人行儀な会話をするルールの家なんですよ。まあこれも話すのあれなんですけど、それでまあ心配なのもが勝ったから電話かけてるし、心配だからかけてんだけど、照れくさくもあるんだよねちょっとね、そういうの。またそれがその東北みたいにもうすごい状況になっちゃってたらもう駆けつけるかもしれないし、それ恥ずかしいも何もないって感じで大丈夫大丈夫に電話になるんだろうけど、まあ東京に住んでる方は分かるでしょうけど、ショックではあるもののまあこれぐらいの状況じゃないですか。で何でもないけど何焦ってんのって言われるのもなんか嫌だし、あもしもしなんつって、どう、あ俺だけどどうみたいなって聞いたら、なんか向こうの反応がすごい変なわけ。親父の反応がはいみたいな、うん、でどちら様ですかみたいな、で、うん、県だけどまあど大丈夫みんなみたいな感じで電話してたら、あおかげさまでみたいな、なんか俺の中ではなんかこうちょっと拍子抜けみたいな、なんなのあの感じっていう感じで電話終わっちゃって、これでかみさんにいや実はねって、まあ、ずっとかたくなに割とかみさんがお正月電話かけたらとか言ったら、俺いいよとかやってるから、いつも割と電話かけない分かみさんにそのことを相談するのもちょっと恥ずかしかったんだけど、かみさんにいやあの直後実は親電話かけてさ、で割とすぐ繋がったんだよ、電話回線あんな状態だったにもかかわらず、それで聞いたんだけどさ、なんか変に他人行儀で、まあ無事は分かったらいいんだけど寂しいやらなんか拍子抜けやらだったんだよねみたいな話して、あそうなのなんて話してたら、まあかみさんがまだ内緒にかけたらしいんだよ、したらどうやらオレオレ詐欺と間違えてオレオレ詐欺だと思い込んでたで、まあ確かに言われてみれば俺としか言ってないんだね、最初のアプローチは俺俺って言ってた気はするんだ、ね、んでまあ向こうに言われて初めて名前名乗るような状況にはなってたんだけど、それにしてもね、ねでまああと15年ぐらいはいいやと思ってんだけど、とりあえず10年ぶりぐらいそうだったから、まあなんか全然そういう意味ではうちには何にも、もう当然東京ですからね、それほどのことはあるんですけど何もなかったんだけど、あの感じって何なのかね、こっち側もそれなりに心配だけど、こういう時だからかけられるな、こういう時だからこの勢いでかけられるみたいな、いろんなこう気持ちが混ざってるのに完全すかされたあの感じと、その後確認したらオレオレ詐欺と完全に間違えられてたってことが分かった上で、もう一回かける感じに全然なんないでしょ、別にそれが全員無事だって分かったから、まあそんな話だよね。ねじゃあまたそういう親子の話になりますけど、ペンネーム鼻くそ一発、伊集院さんが考える最高のアダルトビデオの条件って何ですか、ねまず母親と同じ名前の人が出てないですよ、ね、どんなに綺麗な女優さんでも和江だったらもう終わりなんですよね、和江の場合は絶対なしですよね、あと名前は一緒じゃなくても、母親の場合ね、それがね芸名は新しくしてるけれども母親の場合も嫌ですよね。最近ですね、僕はちょっとその
アダルトビデオの女優さんと仕事をするっていうことが若い頃はすごいあったんですけど、その後割となくて、ちょっと前に菅野さゆきさんっていうその女性の AV の人とアダルトビデオ女優の人と一緒の、仕事をして、それがお天気ののりくんの家に行って、お天気ののりくんに驚かすみたいな仕事だったんだけど、それのこう何も回ってない時に話して、なんでアダルトビデオに出ることになったんですかって聞きたいでしょ。で聞いて、でも聞いたはいいけど、こう自分の求める答えって何っていうね。あ、お金になるからって言われたらちょっとショックじゃね、すごいショックじゃね。で、あとなんかそこに変なすごい強い使命感とかを言われてもちょっと重荷じゃね、なんか。だから聞いたはいいけど、ベストな答えが何なのかあんまよくわかんないわけですよ。できれば、まあ、こんな言い方をするとドン引かれする可能性すごく強いですけど、お会いした女優さんのアダルトビデオでは抜きたい。できればですけども、なる気持ちよく、より気持ちよく抜きたいんです。これがね、乗るか反るかみたいなところがありまして、なんかなんつったらいいんですかね、あんまりにいい話とかされちゃうと、もう抜けないでしょ。アダルトビデオのすごい自分の好きな女優さんのブログで素晴らしいこと書いてあると、もう抜けなくなる。なんかわかんないけど、いいことなんですよ。いずれいいことだ、いいこと。今はお金をこれでこの仕事で貯めた結果、海外に行って、実はこうナースの資格も持ってるので、そういう人助けをしていきたいみたいなと言われちゃうと、なんだろうね、もう抜けない。もう俺よりもすごく壮大な位置に、崇高な位置にいる人ではもう無理だってなっちゃうでしょ。俺だけかもしれないけども、俺なっちゃうんで、その答えいかんでいろいろ変わるんですけど、菅野さゆきさんの答えはもう全然私何の頭悪いし何の取り柄もなかったんだけど、初めてエッチした時にすごいいいって褒められたと。それでつって多分自分が好きな上に得意なことはこれしかないって思って、もうその時からアダルトビデオ女優になろうって決めたし、もう今も撮影行く時が楽しみでしょうがないって言われて、ありがとうつってありがとう菅野さゆきって思って、ほいでこの間ね、関西の人で藤井シェリーっていう人と仕事をしたんですね。まあこの方もお綺麗な方でして、でいて、その私もそれはね、またこの DVD を借りようかな、どうしようかな、買おうかなみたいな、いろんなこと考えてたんですけど、藤井さんもねいい方でしたね。なんか手慰みを親に見っかったことがあるかっていう話を僕と三浦淳さんでしてたら、藤井さんもあるって話をなさってたんですけども、藤井さん親とですよ、両親と三本川の状態で寝てる時にこれはとてもいいお話をいただいたと思いまして、詰め合わせて帰りましたね。すごい嬉しかった、すごい嬉しかったですね。で今僕の中ではいつも言ってるように、一旦カゴに入れてからっていうのをやってるんですけど、この藤井シェリーさんに関してだけはとりあえず、有料ダウンロードぐらいの値段は使わせていただきました。差額は入れましたけど、差額はいつもの通り頑張りましたけども、いやー、なんかほんとね、でお天気ののりくんに、俺若い、特に若い頃ね、まあ結果若くなくてもそうしてるんですけど、若い頃一緒に仕事をしたアダルトビデオ女優さんと仕事するともう嬉しくて、レンタルビデオ屋に行ってまた借りたりしたもんだよとかって話してて、で話したんですけど、のりくんは家に菅野さゆきさんが来た次の日にまた倒れてましたからね、過労で。あいつすごいね。ラジオネームどうしようもないタニア、おちんちに入れ墨を入れる時の注意点は何ですか。ガスの元栓ですね。ガスの元栓をちゃんと閉めといてほしいですね。ラジオネームあたたか、あかたか、千葉県あかたか、
一番好きな深海魚について話してください。僕の一番好きな深海魚はあの誰にも一生三冠なやつです。今後もこれまでも一生三冠なやつです。なのに多少綺麗なやつです。しかもたまたま今深海いくつまで行ってるの。俺らの子供の頃は深海2000深海2000って言ったけど、おそらく相当な数行ってると思いますけど、まあ、ケルマディック号とかああいう深海探査船みたいがたまたまその深さまで来た時もつい後ろにいて生涯見っからないやつです。なのにちょっと綺麗なやつ、そいつが僕の好きな深海魚で、もう図鑑に載った時点から珍しいやつですもんね。もう図鑑に載った時点から変わったやつのページに行って変わってるじゃないですか。なんかその時点でもう嫌いじゃないですけども普通なんで、そういうこうずっと見っかんないずっと見っかんないやつが僕は、好きです。またメールありましたら、バカアットマーク tbs.co.jp まで送ってください。バカアットマーク tbs.co.jp です。じゃあ今度曲のリクエストの方行かしてもらいます。ですね、これだ。ラジオネーム便所さん、沖縄の方からリクエスト来ています。伊集院さんこんばんは。こんばんは。僕は今年で社会人5年目になります。最初は分からないことだらけで辛かった仕事も最近ではようやく要領をつかんで楽しくこなすようになりました。でも時々思うのは就職したてで不安だったあの頃の気持ちを、早く一人前にならなきゃと一生懸命だったあの頃の気持ちを忘れてはいけないなということです。そこであの頃職場の優先でよくかかってたテケテケテテ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 ケテ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 って感じの曲があるのですが、その曲をかけてください。お願いします。はい、ちょっと探すのに苦労しちゃったよ。坂上二郎で学校の先生。